チロ足で。素晴らしい。ヤクバが集まるクーニー TV。どうも、クーニーです。今日は花咲徳栄高校で甲子園に出場し、ダルビッシュ選手から二塁打を打った男からいろいろ打撃理論を聞いてみたいと思うぜ。今日クーニー TV に出演してくれたのはカズくん。花咲徳栄高校では1年生からレギュラー、そして明治大学に進学した超野球エリートだ。それではスタート。いや、それではカズ選手、バッティング理論を教えていただきたいんですけれども、その今のスイング、ちょっとスイングしてみてください。スイング、スイング、いいね、いいね。結構踏み込むんだね。踏み込むね。もともと内側に。そうそうそう。もともと内股なんだよ、体の作りが、うん。はいはい。骨の骨格もそうで、これを活かせないかなと思って、ちょっと考えてたと。で、高校生の時は182、3センチで、体重が68キロとか。細いね。ガリガリ。183センチの68キロ。でもどこにでもいる高校生で、まあ、背がちょっと大きいかなと、うん、でホームランバッターでもないし、まあ、アベレージヒッターを目指したいと。松井とか清原よりも、まあ、イチローとかああいうタイプのバッターになりたいなと思ってずっと練習してて、うん、でまずどんな打球を打ちたいかっていうふうに思って、うん、どんな打球を打ちたいか。一番自分の理想の打球は、うん、よくあるこう斜め45度のホームランの角度じゃなくて、うん、むしろライナーで、ほう、地を鋭く這うような。センターの野手が正面じゃないかっていうのを前に出てきて、あ、後ろだって下がるような打球を打ちたいと。そういう打球で、まあ、ペンチョクとかセンターオーバーみたいなのを打ちたいと思って、うん、まあ今のホームになったと。なるほどね。高校はさ、ホームランは何本ぐらいだったの。通算練習試合とか全部入れて、うん、25か。結構打ってるな。うん、そんぐらいかな。打率は。打率は甲子園打率で春が3割5分、うん、夏が、うん、7打数2安打とか 3安打とか、そんぐらいだった。あの高校通算はあんま分からん感じが。高校通算数えてないね。練習試合とかも入れちゃったり、公式戦ももう全然分かんない。分かんない。そっかそっか。もう自分の中でどの球でもヒットできて、うん、まあ、ホームランよりもアベレージ、さっきの理想の打球が何本打てるかっていう風に追求したから、うん、三振の少ないあのフォームにしたかったわけ、うん、そうするとなるべくテイクバックも大きく取らず、うん、スタンダードな、まあ、構え、うん、その中でどうやってボールに力を加えていくかと、うん、いうふうに思って、うん、でトレーニング方法とかはまず二の腕をこの辺を鍛えるんじゃなくて、うん、肘から下の筋肉ばっかし鍛えてね。打つ時ってやっぱりここまで来たら手首をこうトンカチで叩くように、うん、振るように意識してるんだけど、その時にやっぱ使うのが肘から下の筋肉、うん、使うから、まあ、なんとかここを鍛えてリストでボールを運ぶと。結構じゃあ、なんか投げ払うみたいな感じなの。ボールを投げ払うっていうか、もうそういう感じなのイメージは。そうだね、もう無知でこう打ってる感じが。こう鉄の棒で打ってるっていうよりも、うん、まあ、無知でこう巻きながら打っていくみたいなイメージ で、うん、であとは自分のその内股を利用してちょっと内側にステップしつつも内転筋に力を貯める感じで打ってるって感じかな。そうね、下半身は、うん、やっぱりこう、まあ、動きながらどっちかと言ったら打つタイプだから、うん、やっぱ突っ込みを抑えるために開かないようにとか、足がこう膝が割れないように意識すると、うん、練習の時はなるべく、まあ、昨日も話したけど足がへの字になるように、うん、こういう練習をして、ちょっとへの字作ってみてよ。足がこうへの字に、はいはい、逆への字みたいな感じだね。なりますと、うん、そうすると絶対ここにシワが、ズボンにシワが寄るから、うん、あれができてますよねと、うん、確認をして鏡見ながら確認してたと、はいはい、あれができてないとここにはシワ寄りませんと、後ろ足には、はい、こういう形を常に作る練習を
何回も何回も繰り返してやっていたと。はいはいはい。あとは前足、これができるようになったら前足ついた時に親指からついて内側から膝をこういう風に回す感じを覚えさせる。お、それちょっと横から見せてくれる？ついたらこういう風に回す。ほー、これが早いと割れちゃうし、うん、そのために親指からついて我慢して回すっていう練習を常に。でそれで変化球来ても調整してるわけだ。このここでブレーキをかけて打ち、ああそれがいわゆる走りながら打つっていうか。そうそうそうだね。結構内野安打もそしたら多かったの？そうだね、逆方向に三遊間打って足も5秒8とかで 50m 走ったから。早っ、早いな。結構深いとこ行ったらセーフとかで稼げてたかなと。ここで調整をして、あとまあ基本はまっすぐを待っていて、まあ、よく言うへその前でアウトコースあったらここ、うん、インコースあったらこの辺かな、うん、へその前で打つとか、うん、で手先でこのポイントを、まあ、変えることも大事だけど、うん、特にバットを前に出したいときは後ろ足のかかとを上げたり下げたりすることでポイントの位置を。え、どういうことそれ？ちょっとなんか実演してみてよ、それスイングで。そのピンク色のボールがアウトコース？ここが、まあ、打席がこうあってピッチャーがこっちにいますと、うん、で、まあ、アウトコースったらこの辺かな、この辺でこう打つとすると、うん、まあ、真ん中インコースだとしましょうと、うん、あ、その白いのがインコースね。インコース、はいはい。アウトコースはこうやって足を回しちゃうと、後ろ足を回しちゃうともう開いちゃって打てませんと。そうやね、まあ、もう誰でも分かる、うん、アウトコースの場合はかかとを上げずにここで後ろ足をこう前に出してあげる感じ。ほう、はい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 。イメージはなんとなく分かる。こういう感じで、あともう普通にコンパクトにポンって振るともう遠くに飛ばすことは意識してないからショートの頭を越えるぐらいの左中間に行くような打球を狙ってポンって打ってあげる。ちょっとそれ前からも正面からも見せて、スイング。この辺だとして、うん、こういう感じで、前足もあんまり真っすぎずにもう正面向いた感じで、うん、さっきのティーもそのために横から投げてもらって、うん、こういう練習を、うん、頑張ってみようとして、うん、で、インコースの場合は、まあ、ここですと。そのままじゃ力は伝わらないし、ポイントも出ないから、うん、かかとを上げてあげることでポイントを前に出してあげると。おー、これよりもこうした方が、うん、90度になる感じで、これが回りすぎると力が逃げちゃうから、うん、逃がしすぎず、うん、ここでしっかり止めて、うん、内側に力入れて止めてあげると。はい、その時はやっぱり右側の内転筋を意識した方がいいかな。どっちかというとこうねじる感じかな。ああ、右も意識するし左も。ここに卵があって卵を締め付けて割る感じ。出た出た、卵理論。ちょっとスイングしてみて。正面、横、まず横でインコース。おお、だからインコースとアウトコースで打ち方がだいぶ。そうだね、正面から見せて、正面からも。インコース、うん、もう一回インコース。インハイは、インハイ、もうインハイはもうヒット狙ってないけどもうこういう感じ、うん、インローは、はこれもちょっとアウトコースに似てるけどちょっとこうゴルフスイングみたいな感じで、これ開きすぎるとファールにしかならないから、うん、センターから逆狙う。さっきね、こういう感じで、さっきやったやつやね。返すと絶対ファールかボテボテのファーストゴロしかならないから、返さずにピッチャーにそのままバット投げる感じ。おお、ポーンっていくと、横から見せて、横からインロー。おお、もう一回インロー。一応とかも結構こういう打ち方、確かにね、してるかなと。うん、もう一回インローして、もう一回インロー。ほう、アウトローは、
アウトローはね、もうあんまり狙わないけど、これもでもアウトコース打ちと一緒でパッと出してあげる、うん、でも顔は残して。アウトローなんでそんな狙ってないの？まあ難しいから、ヒットになりづらい。どこ狙ってるの？アウトハイとか、まあ、真ん中、まあ、アウトコース中心だけど、あんま低いの狙わないってことね。うん、真ん中の真ん中低めぐらいしか狙ってない。じゃあいつもその打ってるアウトコース打ってみて。だいたいよくヒットになるところ、この辺かな。ヒットの頭を狙う感じで。インコースは？インコース来たらもう完全に返したい。全然違うね。真ん中は？真ん中も普通に、うん、でも結構インコースに近いかな。そうだね、振り方的には。アウトコースは？アウトコースだけがちょっと開かずに、ちょっと正面からも。アウトコース、インコース、インコース、おう、アウトコース、真ん中は？真ん中、おう、インコース、インロー、ほほほほ。バッピッチャーがいて、自分がバッターがいて、うん、その中間ぐらいに四角いあのストラックアウトみたいな、うん、マス、あの四角い枠があるイメージなんだね、うん、立ってると、うん、四角い枠、うん、ここに縦に見えてるように思ってて、うん、そこの中にボールが通過をしたら自分の中でストライクと思っていて、うん、そこから外れたらもうボールなわけだ。うん、でもそこで判断してるから、あ、もう外れたと思ったら振らないし、そこ通ったと思えばあストライクだから、あとは球種が自分が待ってるか待ってた球がそうじゃないかで、うん、打つか打たないかを決めてる。まあそりゃそうなんやけど、そんななかなかいかないでしょ、そういう枠には。でも感覚でやってるから、もうそういう枠がもう自分の中で見えてるっていうか。練習法は？練習法、練習法はもうさっきのトス、あ、ティーバッティングで、うん、アウトコース、インコースの練習をしますと、うん、それが体に染み込んだら次はトスバッティング、うん、3人並んでもらって、うん、常に真ん中の人が投げますと。ほう、3人ピッチャーがまあ3人というか、で自分がバッターですと、うん、でなるべく真ん中の人が常に投げるようにして、左の人が取ったら真ん中に戻して、右の人が取ったら、あ、なるほどね、真ん中の人が投げてその左右の人に打ち分けるわけね。そうそうそう。でそのピッチャーの人はなるべく7割8割ぐらいの球で、速い球で投げますと。ほう。でピッときた球をいかに正確に芯に当てて、外だったら左にいる人、うん、インコースだったら右側にいる人にしっかり打ち明けられるか。ほう、なるほど。練習をしていくと。なるほどね。でそれができるようになったら、まあ、高校生とかだとアームマシーンで練習、バッティング練習すると思うけど、うん、ベースがあったら、まあ、わざと外に設定して、うん、外打ちの練習、うん、で次インコースギリギリ構えて、まあ、これはよくやる、うん、練習、うん、でインコースの練習、アウトコースの練習だったらまずはインコースの練習からした方がいいと思ってて。なぜ？やっぱポイント出すってすごく難しくて、おう、なかなかこんな前で打てない、おう、やっぱりこの辺で打っちゃったりとか、うん、だからまずここまで自分がバット出せて、うん、腕が伸びきったところで当たると飛ぶんだなっていう感覚を体に覚えてから徐々に入れていくと。なるほどね。いう方が、まあ、覚えやすい。はい、高め。はい。いいね。はい。はい。綺麗やね。ふわってないの？どれぐらい？ごめん。あ、そんぐらい。ちょっと手前で落ちるぐらいで。じゃあ変化球と。待って。
ね。まっすぐ張っといて、はい、待って待って喧嘩アウトコース中。あ、それアウトコースって。この辺にこっち回しすぎずに、この辺まで回しといて、後ろ足で、素晴らしい。真横ってこっからかな、こうやってこっち打ってもらって、もう俺前から行くから、うん、いくよ、はい、いいね、はい、どう？そう、全然普通かい。アウトコース変わんないかな。そうだ、あげドアスイングなし。何ドアスイングになるってどういう感覚？今みたいにドアスイングに、ドアスイングになるっていう感覚はどういう感じ？ブオーンってバットじゃん。こうまる。波打っちゃうみたいな。こねてさらにこねるみたいな。はいはい。俺よくあるな。そうするとこう振った時にこうシャープじゃなくなるっていうか、コンパクトじゃないっていうか。なるほど。あ、今は振った後あんまりこっちに流れすぎないのは気をつけて。あ、なんでなんそれは。こうなるとやっぱバランス崩れるし、バランス崩れるってことは力伝わらないってこと。なるべく90度でしょ。ああ、それで止めようとすると内転筋に力が、ああなるほどね、から、まあ、締める感覚でボールにちゃんと力が伝わる、はいはい、内転筋ってどこの筋肉？内側だよ。なるほどね。内側意識、はい。前足もつくときは絶対親指からつくよな、はい、いいね、全然4割いけるな。ダルビッシュ選手から二塁打を打った、甲子園で二塁打を打った花咲徳栄高校から名打に包んだカズの打撃理論でした。どうもありがとうございました。チャンネル登録、いいね、よろしくお願いします。お願いします。